ゆうくるです。じゃあ、改めまして、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、事件があって、数日経ってますけど、はい、なんか、ヒゲツーさんの中で、なんか進捗情報なのか、変わってきたこととか、思うことありますか、はい、昔の同級生とかの証言などもいろいろ上がってきてますけど、うん、いつでも自衛官って人を殺せる環境にいる中で、やってしまったっていうところで言ったら、やっぱり入隊をこうする時点で、ある程度フルにかけたりとか、もう少しこう厳しくする必要があるのかなと思いました。そんな中、今日はですね、テレビの放送作家の久松くんに来てもらって、放送作家のお仕事というのは、テレビを作る時のアイディアマンでございます。まあ、いろんな番組に携わるので、こういうの評判いいよとか、いろんな情報を知ってるんで、そういうことを参考に、なるほど、じゃあそれやってみようっていうアイディアを出してくれるのが放送作家の一つの仕事でございますが、その放送作家の久松くんが今日来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。はい。久松くん、いかがでしょう。なんか、なりがこんな感じなんですけど、今回のね、ことも含めて、ちょっと聞いてみたことあれば。でも今回のことも含めてなら、靴も履かれてるっていう。どうも、映らないであろう、靴もちゃんと履かれてるっていうのは、結構面白いですね。靴は、なんか、やっぱりこだわりがあるんですよ。基本的には、フル装備、フル装備。なるほど。じゃないと、ちょっと落ち着かないですね。もう事件ちょっとびっくりしましたけどね、急に。あんなこと起こるんだなと思って。なんか何年ぶりかなんですよね、あれって。かなり前に。私もあの現役の頃は起きてないんですけど、訓練の時に昔こういうことがあったからっていう話は聞いたことがあります。教訓みたいなことがあって今まで防げてたけど、ってことなんですか、今回のは。射撃をする際の統制といって、まあみんなが守らないといけない決まりみたいなのはめちゃくちゃ厳しくなってるので、そう簡単にはああいう行動には出れないような環境ではあると。それでも起こっちゃったってことですね。実弾射撃を行う場所は屋内射場の時は結構後ろの待機所というところで待機をしてるところがあります。屋外射場だとそういうのを全部その射座と言われる場所で行うので、射座はあの監視員みたいな人がいるんですが、待機所には5人とか10人に対して1人か2人ぐらいの監視の目がないので、まあそういったところで言うと抜け目があったのかなというところはあります。どういう対策になるかは分からないんですが、おそらくその実弾の取り扱いっていうのが変わると思います。ヒゲツーさんも実弾はってことはもちろん、あれどんな感じになるんですか。撃った時はもう早すぎるんで、もうあとは通常の基本射撃って言われる打撃は 200m の先の的を狙って撃つので、 200m の、そうですね。なのでそこを目視して、当たったかどうかっていうのは、基本的にはわからないので、屋内射場とかだと、モニターがついてて、それを見て弾痕をこう確認したりとか、そういう形でしかわからないですね。ユーチューさんどうだったんですか、成績的には。打撃検定とかっていうのがありまして、それで、基準の点数を超えたら合格なんですけど、練習はうまくいくんですけど、点になるとどうしても狙っちゃうっていうのがあります。高い点数取ってやろう。まあちょっと逸れちゃいましたけども、今回のことがね、二度と起こらないためにヒゲツーさんが今思うこととか、あとはこれから陸上自衛隊にね入ってくる人もまだまだいると思うんだけども、今回のことがあって、はい、やめようかなと思っちゃう人もいるのかもしれないって、そういう人のためにも陸上自衛隊のまあ今回のことはレアケースだと思うんだよね、うん、だからそういったことも意味を込めて自衛隊にと思ってる人と、こういった人たちに一言。私は7年間自衛隊に勤めて、まあ、実弾射撃っていうのをまあたくさんできたんですが、その安全管理っていうところは本当に自衛隊ってかなり厳しくやってるので、本来はまあこのような事件っていうのは起こらないような環境です。なのでちょっと不安だなとか思って、ちょっと入隊をやめたいなとかいうふうに思ってしまう人もいるかもしれないですけど、自衛隊を志して目指す人っていうのはその射撃っていうのもすごいこう興味があったりとかすると思うので、そういった意味ではやめてですね、一般社会にこう出てきて思う人としては、やっぱりそういった経験っていうのは絶対に普通の社会だと経験できないことでもあるので、やりたいなと思う人はですね、しっかりこう安全っていうところは確保されたですね、自衛隊にぜひ入ってほしいなというふうに思います。今回の事件に対して、まあ、どういうふうにしたらいいのかっていうのも考えたんですが、安全管理という意味で、まあ、今回できなかったところもあったと思うので、まあ、そういうところは多分組織自体がですね、変えてくれると思ってます。それ以外の面でですね、隊員一人一人のやっぱり心情把握といって、定期的にカウンセリングじゃないですけど、部隊長だったり、まあ、班長とかですね、最近どうだみたいな聞き取りをこうしたりとかすることもあるので、まあ、そういったところでストレスがこう溜まってるとか、自分が思うようにいってないとか、そういったところを寄り添って、まあ、ケアをしていけるように、まあ、なればですね、ことに移すみたいなことも減っていくんじゃないかと思うので、
そういった心情把握のところをどうしても自衛隊って上から命令されて下はやるしかないみたいなところがありますけど、やっぱり上の人が話を聞いてくれるとか環境がまあできればですね、ストレスとかっていうのも軽減されていくと思うので、まあ、そういった形でやっていければ少しは変わっていくんじゃないかと思います。今のお話からすると上の人に言いづらいんじゃないのかなって、なんか今回の件とか特になんか臨床心理士みたいな外部の人とかはいたりするんですか？舞台の中でカウンセラーみたいな人のは決まってまして、ただ外部の人は私の知る限りではいなかったですね。なので、まあ、役職として相談員みたいな人が決められているので、その人に普段のですね舞台だったら相談したりとかする環境になります。上の人にやっぱり言いづらいとかって結構あると思うんですけど、自衛隊って階級社会なので上の位に行けば行くほどです言いづらくこうなってしまうので、一人っていう意味ではできるだけこう近い階級だったりとか、今回のような新隊員教育っていうのは各、まあ、10人前後のですね隊員の班っていうのがありまして、班長っていう、まあ、リーダーみたいな陸曹の人がついて、あとはそれにプラスですね、班付きっていう、それを補佐するような人がいます。その辺のその、補佐をするような立場の人は、陸士だったりとかするので、比較的年齢も近かったりとか、年数がまだ自衛隊で経ってない分ですね、その身体の気持ちを分かってあげたりとか、そういうことができるので、そういう人とかが、まあ、許可をできるようにしていけば、いいんじゃないかなとは、私は思います。今回は、指導部といって、通常その身体教育っていう、先ほど言った、班長とか、班付きとか、あとは区隊長とか呼ばれる人たちが直接訓練の指導っていうのに当たります。それとは別に本部っていうその物品の管理だったり訓練の内容を決めたりですね、そういったところにまあ属する人、そういった人たちは基本的に教育の中ではほとんどまあ会話もすることもないぐらいですね、接することがないので、そういう人たちを狙ったっていうことで結構脈絡ないってことですか？そうなんですよね。突然多分カッとなってっていう感じだと思います。まあね、どの世界でもね、そういうことってあると思うんですけども、ただ、はい、そこには銃がありませんからね、普通の世界、ね、陸自のああいう訓練の際にはそこに実弾と銃があるっていうね、そういう世界でもあるので重大なことだったなと僕は思いました。今回もね、ヒゲツルさんにお話を聞きました。ヒゲツルさん、ヒゲでちょっびっくりした直れっていう感じでございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。